はい、ウィーク講習があるので、あの受講してくれる皆さんのウィークがずれないように何個か坊主ウィークを作っておきます。はい、こんな感じで引っかかればウィークが止まります。これでみんな頑張ってもらおう。今日はですね、コスプレ用のウィッグの、講習会、ウィッグを作る講習会を開催したいと思います。ここはですね、一応僕が運営してます、レンタルスペース、コスプレスタジオというか写真スタジオというか、コスプレしたりアーティスト写真撮ったり宣伝用写真撮ったり、まあ、いろいろできる場所なんですが、まあ、そこで講習会を開きます。ザザッとちょっと中見てみますかね。一応講習会用にこのテーブル買いまして、今日皆さん頑張っていただこうと思います。はい、で、まあ、こういうトルソーもありながら、ここは白い部屋ですね。あ、すごいフリッカー白い写真を撮れますが、このベンチもありつつ、この可愛いベッドもありつつ、ちょっと今物を寄せてるんであれですけど、和風にもできたり、キッチンもあったりできます。あと、まあトイレとお風呂場と着替えできるお風呂場と、あとこうちょっと暗い部屋なんかもあったりして、ウィッグ作り終わったら皆さんちょっと写真でも撮ってもらおうかなと思って、こちらで開催します。でも初でこれは結構上手だと思う。あ、本当に？ちょっと不器用なんです私後でポコッてつなげる。あ、そうですね。手ブルブルする、手がブルブルする。どうですか？なんだよこの野郎。面白い。私を誰だと思ってんだこの野郎。最高ですね。さすがブルさんですね。これ仕上げていきましょう。うわ、しびるこれ。
ヨミさん、今日はヘアセットをしてくださってありがとうございます。ホクホクセイトアキラ、おい見てるかお前、お前みたいな女にな、私が負けるわけねえだろなあ。私の悪口ばっかりツイッターに書いてんじゃねえぞお前。あとお前のツイッターなんだあれ、料理の写真ばっかり載せやがって、面白いのかあれは。 7.13 お前をぶっ潰すプロレスとは何たるかをな、私が教えてやるよ。ビッグ制作お疲れ様でした。疲れましたか？疲れました。疲れた。皆さんも疲れちゃう。やっぱ喋らないですね、さすが。あのさん、お疲れ様でした。はい、ビッグ講習終わりました。皆さん頑張って、全部完成しました。ブル中野さんの、モノマネ芸人さん、ブル中野坂上さんと、マナ様、マディスモア・マルチメゼルのマナ様と、あと XJAPAN、ヒデちゃんの、ウィッグと、あとブルナシの杉蔵さんのウィッグと、あと、もう一人はヘアメイクで、仕事で使う用のモヒカンヘアセット。いや見事に皆さん、完成させてくださいました。頑張りましたみんなで。映像を見ていただければ分かるかと思います。またビッグ講習会開催したいと思いますので、よかったら参加してください。お疲れ様でした。ありがとうございました。青コーナー、ベル中野坂上。じゃあこの野郎、ホクホクセイトこの野郎、舐めてんじゃねえぞお前。ちゃんとプロレスの技教えろ私に、この野郎。ちょっと考えたら分かるじゃねえよ、分かんねえわ、教えろやこの野郎。私これの使い方分かんないんだよ、分かんないんだよ、よくホクホク生徒だよ。あ、ホクホク生、あ、ホクホク生徒言いづらいなおい、改名しろこの野郎。なんだホクホク生徒アキラって、改名しろ。ああ恋しちゃった。あなたのハートもギロチンドロップだぞ。お友達のホクホク生徒アキラちゃん、早く来ないかな。一緒におままごとしたいな。